て言えるのは、デフレってのはものすごくゆっくり来るわけですよ。さっきのプールのお話で申し上げたように、プールをいっぱいにする、50メートルプールをいっぱいにするのはものすごい時間かかるんですけど、これね、止めるのは一瞬なんです。一瞬で止まって、みんな慌てるわけですよね。今までずーっといっぱいジャブジャブ来てたのが止まっちゃって、で、しかもね、物って余ってるのはどうってことないんです。デフレでも物が余ってると、でも別に何もないんですよ。でも足りないのは大変なんです。例えば今まさに車の話出ましたけど、車って3万点の部品があると言われてて、でもね、1個でも足りなければ、できないんですよ。この3万点の中1個足りなくて、これがあればできるっていうんだったら、これね、定価の10倍くらい払う人も出てきますよね。だから上がるときはものすごく早いんです。まあ上がるじゃないですか。はい。でも給料上がらないですから、ね。給料はデフレなめなんじゃないかな。いや、逆に下がるじゃないけど、どんどんね、厳しくなってますよね。上がらないですからね。いや、そうなんですよ。ですから、地政学的リスクでね、給料上がらないんで、みんな生活苦しくなって暴動になるっていうのはね、まさにインフレの典型的なものなんです。あとは、結構大企業のリストラもね、かなりね、そうですね、進んでいるというか、その段階の世代というか、そうですね、そうですね、ただね、これ私は、まあ基本的に終身雇用推進派なんで、リストラ、必要な場合もありますけど、基本的に反対なんですけど、なぜかっていうと、デフレの時はね、みんなね、今、給料高いやつを首切って、新しく安いやつ入れればいいんだって考えるわけですね。でもね、これデフレだからできるんですよ。インフレの時はね、一応ね、ゆっくりでも上がっていくわけですよ、給料は。で、しかも、実はね、最も枯渇するのは人間なんです。足りないのな。これね、今そういう雰囲気ないのかもしれないんですけど、世界中で少子高齢化なんです。で、例えば日本は合計特殊出生率っていうの、イメージできますよね。で、1.34。だからこれ 2.1 が標準なんです。2.1 で人口がフラットなんですよね。まあ2人産んで、ちょっと余分いないと、途中で死ぬ人がいるから、2.1 いるんですけど、日本 1.3。中国どのくらいかっていうと、1.1 から1.2なんですよ。それから、韓国は0.81 かな。0.8 台ですね、とにかく。これね、だいたい1っていうのが普通はね、戦争中とかの値なんです。本当にひどい状況の時に 1.0 なんで、韓国の少子化はちょっと半端じゃないんですけど、中国も一人っ子政策なんで、本当は 1.1 から 1.2 よりも低いんじゃないかなとかいうくらい、だから、若者は足りないんです。高齢者増えていくかもしれないですけど、若者は足りないんで、だから、終身雇用で若者をね、取り込んでおかないと危ないんですよ、企業は。これから中途で取ろうと思っても難しくなってくるんです。若い人の働き手がいないと。そうなんです。でも、あんまり、こんなこと言っていいのか。あんまりこう、いてほしくない、もう65とか70定年義務化になったら、はい、そういう人はあんまりいても困っちゃいますよね。そっぱでいられちゃったら、はい、ただね、これもね、そういう人をちゃんと大事にしておかないと若い人間が一生懸命働いてくれないんですけど、まあ、それも別にしても使い方なんです。だから例えばね、私はもう還暦すぎましたけど、私がね、例えばヤマトの宅急便の配送員やれって言われても無理なんです。もう死んじゃいます。一日で。いや、一日も、一時間くらい。嫌になる。やっぱりね、若い時、もちろん私も20代の頃全然平気だったと思いますけど、その、職種によるんですよね。だから、例えばフランスなんかだと、鉄道の方は55歳定年、今でもそうなんです。これ、警官とかも大体そうなんですよね。やっぱり警官とか、そういう、現業の人っていうのは肉体的な国士が多いから、定年が早い。でも、よく、私がよく出すのは、バークシャー・ハサウェイ。まあ、ウォレン・バフェットの会社ですよね。ウォレン・バフェットの会社の定年は何歳ですかとか。ないんですか、定年。あ、ないんです。で、まあ、104歳って建前なんですね。もう、そんな先なんだ。これね、実は、ウォーレン・バフェットの傘下で、ネブスカ・ファニチャー・マートっていう会社があって、バフェットが買収したんですけど、そのオーナー経営者ずっとね、陣頭指揮取ってて、まあ、ロシア移民の女性なんですけど、104歳まで車椅子で現場ね、自分の店回って、何やってんだって言ってね、嫉妬激励してた。で、まあ、104歳ってことになってるんですけど、だからバフェットは何歳ですか？今90いくつ？
あ、そうですね。1930年生まれなんで、92になるとこですかね。で、バフェットの相棒のチャーリー・マンガーって副会長がいるんですけど、これ7つか8つ上なんですね。だから、もうほぼ100歳なんです。で、この2人が世界一の投資会社のトップなんです。だから、一律に年齢で定年とかね、あるいは、その会社もね、人材の使い方がちゃんとしてないと。あの、若い人間と同じように年寄り使っちゃいけないんですよ。だから、なんかこう、労働型の仕事での定年っていうのは、はい、やっぱり肉体の限界が来るわけだから、日本の場合は、もう一律その定年は、一律ですよ。はい、一律義務化で65、70投げていって、はい、年金の問題があるから、やろうとしてるじゃないですか、はい。そこはちょっとやばくないですかね。私も、そこはね、非常に疑問を感じて、まあ、今のお話、ので、その、復習で言うと、極端に言ったら、ね、ボクサーなんか40で引退ですよね、どう考えたって。まあ、40までやるのがすごいぐらいですよね。そうだ、キングカズとかね、50までやってても、なんか、もう、すごいっていう話じゃないですか。だから、そういう肉体労働と、例えばね、まあ、学者とか、あるいはね、バフェットもそうですけど、ドラッカーとかも90歳くらいまで本書いてましたからね。だから、そういう労働と全然違う。違います、ね。違いますからね。だから、日本の、その、まあ、日本っていうかね、その、いろんな、国でもそうなんですけど、仕事の内容を一律にしちゃうから、一律に定年になっちゃうんですけど、だから、だって、プロ野球だって、現役選手は、例えば30くらいで引退だけど、コーチとかね、フロントとかね、いろいろあるじゃないですか。まあ、やり方でしょ。やり方が変われば、働けるってことですよね。そうですよね。だから、ただね、その、年金問題が大きすぎる部分もあるんですよね。年金って将来どうなると思いますか？もちろん、破綻します。これは断言します。続くはずがないんですよ。あと何年ぐらいですか？先生の見立てでは。いや、明日破綻してももちろんおかしくないんですけど。どれぐらいの感じですか、もう。はい。いや、だって、どう考えたってネズミ講ですよね。まあ、確かにね、若い時代いなくなりますからね、払い手がね。だから、この数字を見て、どうやって続くんだという人の主張の根拠を知りたいんですよね。ありえないですよ、そんなことね。まあ、午前中のね、はい、間にたまたま同じような話が出て、はい、役人はバカだから、要するに1円でも払ってれば、年金制度は崩壊してないと。あ、制度としてはですよ。はい、そういうことをや、この国は平気でするんじゃないかっていうような話でちょっと盛り上がってました。制度としてはですよ。それはね、全くその通りなんです、うん。戦前の日本国債も事実上、紙くずになったんですけど、デフォルト宣言してないんです。だから、国債は大丈夫だった。だっていうのが彼の主張なんですね。だから年金制度も実質、もうそうなったとしても、結局制度としては、1円でも払ってるんだから、制度としては崩壊してないっていうのが役人のロジックだっていうような、そういうこの国の危うさというかね、はいはい、恐ろしさ、恐ろしいですね。みたいなものが、やっぱりこう、若い世代にね、どうのしかかってくるのかな、みたいな、これからね。でね、しかもね、1円じゃないんです。多分ね、100万円くらいなんですよ。なぜかっていうと、インフレなんですよね。だから、インフレで100万円が今の1円くらいになって、ちゃんと100万円払ってるよってね。その時はね、パンが1億円くらいかもしれないんですけど。ハイパーインフレ。ハイパーインフレでね、はい。でもね、そうしないと解決しないくらいの問題なんです。でもそうやってすげ替えて、平均ひょうとされてしまう可能性もあるってことですよね。はい。この国は。こともあるというよりは多分そうです。だから日本はね、やっぱりデフォルトがないし、けじめをつけたくない国なんで、なあなあで、ハイパーインフレで解決しちゃうと。